はい、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。前回に引き続き連続編みのグラニーモチーフバッグを編んでいきます。今回はモチーフの4枚目から編んでいきます。4枚目は上に行って次に左側平行移動します。4枚目のモチーフは3枚目と同じように進んで左側に行きます。こちら進んで左側に行きます。 ですので3枚目と同じ方法でやっていきます。はい、まず糸玉の糸5センチぐらいのところに作り目の準備の目を作ります。はい、ここにマーカーをつけておきます。はい、そしてこれまでずっとやってきたように2回巻きの輪の作り目です。やります。マーカーがついたとこが真ん中になるようにします。そしてこのように準備して、引き抜いて一目細編みしますので、でまず細編み2つしたらL 字に行くので、ここから細編み2つしたら、あとの6個はこちらから編んで、これで8目ですね、編みました。そしたら最初の目に入れて引きます。そしたらマーカーがついているところを引きます。絞ったら今度はマーカーを外して作り目の準備のポッチを外します。そしてこちらモチーフ側の糸を引きます。はい、引けました。はい、これでまた続けて編んでいきます。モチーフ自体はもう何回も編んでいますので、これで進んでいきます。で次の5枚目は2枚目と同じように平行に移動するので、最初の作り目を4つずつ渡していきます。はい、今5枚目まで編んできました。そしたら次6枚目を編んでいきます。6枚目は今度は横に行って上に行きたいと思いますので、だいたい見当がつくと思いますが、またでは5センチぐらいのとこで作り目の準備の目をします。マーカーをつけます。はい、そしたらそのまま2回巻きします。はい、そしてこのように持って引き抜きします。そしたら今度こちらの最初の側で細編みを6目します。3、4、5、6、はい、そしたら
たらまた糸玉の糸をくぐらせて、あと残りの2目を編んで8目にします。最初の目に針を入れておいて、こちらのマーカーがついているところを引きます。そしてマーカーを外して作り目の準備の目のポッチを取って、またこちらのモチーフの方の糸を引きます。はい、これでまた今までと同じようにモチーフを編みながらこちらの糸を編みくるんでいきます。そしたら7枚目も上がって右側に行くので、今と6枚目と同じ操作をします。7枚目は平行移動ですので4目ずつ細編みをします。で、そして最後になったらどこの位置になっても大丈夫です。もっと伸ばしたい場合はその行く方向に編み進んでください。はい、それではこれで9枚全部編んでいこうと思います。はい、それでは9枚編みましたので、ここからずっとこのようにして上に行って右側に行って9枚編みました。はい、そこでモチーフの糸を切ろうと思います。こちらがサイドのモチーフで、流れとしたらつなぎ方は裏側を見るとここからスタートしているので、この位置から止めていって、このように止めていきます。ジグザグですね、ジグザグに止めていって、この端まで行ったらこちらにまっすぐ戻ってきます。ずっと戻ってきます。で、戻ってきてここで止めて終わりになります。で、そのつないだものを今度本体とつないでいくんですけど、まあこれは逆さに置きます。そしてこれが1枚目のモチーフで、今反対側に向いているので1枚目のこの角からだとちょっとやりにくいので途中から止めていこうと思います。このようにしてジグザグに止めていきます。で、この端まで行って、ここまで行ったらまっすぐに戻ります。そしたらこの上側に行ってジグザグに行きます。このようにして上に行って、またこちらにまっすぐ行きます。このように行って最後にずっとまっすぐ口の方の部分のところでずっとまっすぐ行って、今度サイドをずっと降りてきます。このサイドの部分の留め方も同じですので、今説明したようにやって9枚長細いものを用意してください。そしたらつないでいきます。この角の下からつないでいきます。はい、これが1枚目のモチーフで、ここが一番下のマチのとこで、ここが底になります。この角につけていきます。で、最初だけちょっと迷ったらいけないので、このコーナーとコーナー止めておきます。
で、このコーナーから始めるとあとややこしくなるので、この途中から始めたいと思います。縁編みをしながら閉じていくんですけど、縁編みの方は端から2目したら1目開けて、ここ鎖をしています。それをずっと繰り返しています。コーナーの方は長編み2目入れて鎖3で長編み2目でなっています。それではこの位置から始めようと思いますので、この角に鎖3目の隣の長編みに入れます。そしたら引き抜いて、はい、立ち上がりします。鎖3目か先編み U の立ち上がりで1目長編みを編みます。で、次にもう1目長編みを編みます。そしたらここから閉じていきます。次の鎖1目のところになったら閉じていきます。で、いろんな方法があるんですけど、今回はこの色の違いを生かして模様として出したかったので、まず一旦鎖から抜いて、こちらかけて引き出して、それを一つ鎖します。これで長編み2目鎖をしたことになります。そしたら次の長編みします。かけて、下は1目開けて、次長編みを2つ、そしたら少し伸ばしておいて、溶けないように下を押さえておきます。針を外して上から通してかけたら、それを引き抜きします。つなぎ方はこのような方法でやっていきます。はい、そしたら次も長編みをします。はい、鎖をするときに向こうのモチーフとつなぎます。そしたら一目開けて、はい、鎖、次に角になりました。長編み2つ角は鎖3つなので、つなぐときにはまず1目編んで2目めで向こう側とつないでいきます。で、もう1目、そして同じこちらのモチーフ長編みを2目そして次の鎖でこちらつないでいきます。長編み2つ、はい、これでまずコーナーのところがつながりました。こちらが底になります。こちらがマチの方サイドですね。で、このようになっています。はい、これでもう少し閉じていって、こちらをここまで閉じていきます。はい、1枚目が終わるところまで、1枚目の一番下が終わるところまで来ました。
そしたら長編み2つ、鎖を1つして下の底のモチーフのこのつなぎ目のところに入れます。今度はこちらにジグザグに行くので編んだモチーフの方に行きます。長編み2目、鎖1目、そしたら今まで編んできたように にして角を作ります。長編み2目、鎖、長編み2目、そしたらこの縁の方はこのようにして鎖1目したら1つ開けて長編み2目、鎖1つ、そしたらこちらの隣の渡り糸が出てきましたので渡り糸のをくるみながら編もうと思います。はい、そしたらこのようにしてくぐらせていきます。ここで引っ掛けて長編みします。鎖1目、長編み、はい、そしたらこの角の長編み2つまで編みますので、鎖1目、長編みを2つ、そしたら鎖3目、はい、そしたら逆を向けます。そしてこちらの2枚目のモチーフの方に行きます。かけてこの角に長編みをします。はい、そしたら鎖1目のところになりましたので、この位置につないでいきます。そしたらまたここに長編み、鎖1目のところ、向こう側のこの鎖1目つなぎながら鎖します。1目開けて、はい、そしてこの渡り糸が来たら渡り糸をちょっとくるんで編み込んでください。はい、そしたらまたこちらでつないでいきます。1つ開けて長編み2つして鎖の時につなぎます。1つ開けて鎖の時につなぎます。長編み2つで、ここはコーナーが来たので鎖3目の分の鎖1つをしてこの角ですね、ここにつなぎます。でもう1つ鎖、そして長編み、
鎖するので、このここになります。まあ間違ってずれたらまた編み直したらいいのでやってみてください。これでコーナーが、底の部分がつながりました。ここから編み始めて、このようにいっています。これを下の段はこのまま繰り返していきます。はい、3枚目のモチーフをつないでいます。こちらから今3枚目、こちらからつないできました。でこちらが底で、こちらが側面ですね、マチのところの角になりました。こちらも同じようにこの角に長編みを2目入れます。コーナーなので鎖1目、2目目をつなぎます。つないでもう一目、これ3目目、そしてまたここに長編みを、コーナーに長編みを入れます。2目、はい、そしたら側面とつなぎます。こちら、ここが今つないだとこで、角の次の位置、そしたらまた長編みと、長編み2つして鎖の時に閉じていきます。はい、3枚目の底の底と縦のマチとつなぐところをやって角に来ました。そしたらまた角とつないで、鎖、はい、そしたら今度は向きを変えて上を向けます。そしてこのように上側の面がまだ編んでないので、ここをずっと編んでいきます。長編み2目、鎖、長編み2目、鎖を繰り返していきます。今度は3枚目と2枚目の上の部分になりました。コーナーに長編み2目、鎖を1目入れたら、こちらの下の鎖3目ですね、これとつなぎます。引き抜いていきます。そして鎖1目で、また次の2枚目のコーナーに続けて編んでいきます。このような要領でこの段を編んでいきます。はい、こちらの 1,2,3 のモチーフをつなぎながら、この上の段をこのように閉じてきました。そしたら次にここから今度6、5、4とつないでいきます。角まで編みます。長編み2目しました。そしたら鎖3目して、今度はこちら向きを変えます。上下の向きを変えて
ちらの6枚目のモチーフ、こちらの4枚目からこの向きがねじれていないか確認してこの位置を出してください。そしたら6枚目のモチーフのこの角に長編みします。2つして、はい、こちらとつなぎます。はい、また長編みします。つなぎます。はい、このような感じで今下からこういう風に閉じてきました。そして今度2段目も6枚目、5枚目、4枚目と閉じて上をずっと留めていきます。でまた同じように7枚目、8枚目、9枚目を留めていきます。この閉じ方すべての要領は最初の段と同じですので繰り返していきます。はい、今下からずっと1段目、2段目、3段目と閉じてきました。でこちらが口の方で今からまっすぐ今までやったように閉じていきます。でこの段階では片側のこの2段分が空いているのでこの上をやってから閉じていこうと思います。はい、モチーフをつないでこちら上の方を縁を編んできました。最後の2枚をつなぐ段階になりました。そしたらこのまちのところをとつないでいきます。こちらがまち、こちらが表裏、横の部分ですね。今まで通り角に長編み2目入れたら鎖1目してこちらのまちの角とつなぎます。つないであと1目、そしたらまたこのように長編み2目、そしたらこちらの反対側、まちの方とつなぎます。そしてまた長編み、またつなぎます。はい、このようにしてつなぐ場面が変わってもやっていることは同じなので少しやったらすぐに慣れてくると思います。この位置に来たらこちらとこちらも一緒につながないといけないので一緒にすくいます。この部分の時はこの編んでいるこの目を下側に持っていっておいて鉢の方と、そしてこちらのモチーフの鎖3目を通してから、それから開います。これで鎖で留めます。そしたら次にまたこちら長編み2目、そして次のここにつなぎます。
少々やり方は変わっても大丈夫なんですけれども、基本的なこの流れを崩さないようにつなげたらいいんじゃないかなと思います。一回やっておきます。長編み2目角に入れて鎖1つしたら、少し足を長くして向こう側のつなぎたいところ、そして上からこの手前の鎖3目を通して、その向こうから待たせておいた鎖を引き抜きます。これで一度に引き抜けます。で、引き抜いて鎖をもう一目したら、この最後のコーナーをつないだら終わりになります。鎖で向こうのこのコーナー、そしたらこれで最初のところに糸始末をしたら終わりになりますので、ここまでで糸を切ります。そしたらこの最後の編み終わりのところ、糸を抜いてしまってから糸始末をしようと思います。今針に糸を通しました。そうしたら最初の立ち上がった長編みの頭に入れて裏側に糸を回します。糸始末をします。今回これがこの作品での初めての糸始末になります。連続で編んでいるので糸始末の数は本当に少なくていいですね。これすごく楽でした。これで今一つ糸始末をしました。ちょっと裏返してみます。そうしたら糸始末をしないといけないところが本当に数が少なくて助かります。本当ならこのモチーフ一枚一枚に最初と最後で、またこの縁編みの最初と最後、一枚のモチーフで4回は糸始末をしないといけないんですけど、このモチーフの部分がほとんど糸始末が最初と最後しかないので本当に楽です。よかったら取り入れてほしいと思います。そしたらとりあえずこれで本体の方がつながりました。このようになっています。ちょっと今見にくいかもしれないんですけど、このマチの部分や底のコーナーの部分、きれいにつながっています。そうしたら今回はここまでにします。次回は持ち手を切っていこうと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む先編みでした。またお会いしましょう。